日は12月15日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの方山田一郎です。こんにちは、ゆっきー。はい、こんにちは、ゆっきーこと勝田接骨院広報部長の勝田ゆき子です。今日もよろしくお願いします。元気だね。あ、で、何、今年最後なんだって。そうなんですよ。もう最初に申し訳ないんですけれども、ちょっとこう今年最後になります。申し訳ございません皆さん。バイバイ。寂しい今すごい皆様良いお年をとか言おうと思ってたのに切られたしどうぞゆっくり楽しんでね。はい、よろしくお願いします。というところで横浜銀杯40翔さん、こんにちは。どうもこんにちは、横浜銀杯40ボーカルの翔です。大ちゃん今日は晴れたね。いい天気ですね。昨日はやばいぐらい寒かったけど、だって雪降ったんですもん横浜、ね、でも 初霜らしいですよ、ね、横浜はね。初雪、初雪、初霜で、やっていい、ね、ということ で今週が一応今年仕事納め、この F1 つの。あ、そうなんですよ、申し訳ございません、ね。まあ、来年もよろしくお願いします、はい、今年はこちらこそよろしくお願いいたします、横浜銀杯40です。あと16日だ大ちゃん。あれ、やばいよね、16だよ。1週間ちょっとになりましたけど、まずは明日明後日、はい、金曜日の、ね、神奈川県民ホールをバチンとかまして、はい、年末に向けていこうと思いますけど、いや、やりきりましたね、ファイナルツアー。ここまで来ました。もうみんなまた昼からベーベーだよ。すごい、すごい感無量な感じですか。まあ、まだね、終わってないから感無量じゃないんだけど、まあ、このね、先週と今週の狭間に、大阪名古屋行ってきましたので、後ほどそんな話もしたいと思います。いやいや、来てますよ。だから来てますか。あ、横浜のロコさんだって。いつも札幌のロコさん。札幌からお引越しで。あ、そうだ、ね、予定を変更して大幅に前乗りを早めました。16歳の一人息子もお母さん無職なんだから早く横浜に行きなって仕事辞めたんだよね。と言ってくれ、今横浜です。自宅には年老いた元気な母ちゃんがいるから大丈夫、うん、この息子が横浜銀杯40が私にくれたもののキーパーソン。横浜銀杯40が復活が決定した時に息子は中学2年の長期入院中、もう心臓が止まるかなと覚悟した時もありました、うん、そんな闘病中の息子が、お母ちゃんラジオを見学できるなら 40s に会っておいでよ、札幌来てるんでしょからの今日ですって。いろいろあります、私なら大丈夫。昨夜横浜に入るまで札幌出た時点から珍道中ロコの大冒険になりました。ああ、そうなんだ。金剣は鉢巻き締めて参戦しようかなと新計画模索中です。翔さんとジョニーさん、今日 F2 ついるかなっていません。ハラハラドキドキワクワク。俺だけなんだよね。ジョニーも忙しいのよ、今週ちょっと都合がつかなかったみたいですけどね、うん、いや、翔さんとジョニーさんの仲がそんだけの仲だって意味ですね。いやいやいや、はい、俺たちは、はい、ほら、あの重要なポストの2人だから、俺が東に行けばジョニーが西に行って、はい、いろいろこうねプロモーションしていくわけよ、はいはい、大ちゃん同じとこにいたらほらパワーが分散できないでしょ。ああ、そうですね、チームワークっていうんですね、はいはい、今度必要であれば俺も動きますんで。あ、大ちゃんもだっていつも俺関係ないですね。いやいや、関係なくないよ、ないんだよ。もうバンバン大ちゃん動いていってくれると困りますよ。お前は関係ねえって使われてるね。だ、俺今週この間の日曜日も、うん、TBS のラジオ昼頃に出たりとかしてね、はい、あの車の話したりとかして一生懸命俺もやってんですよ大ちゃん。おお、でも自分の宣伝ばっかなんですけどね。まあ、あとね、泣いても笑っても16日、まあ、力いっぱいやりたいと思いますよ。ね、近い、いや、なんかそう考えると短いですね、あともうちょっとじゃないですか。でもそれこれがあの全ての永遠の別れになるわけじゃないから。ただね、このやっぱカウントダウンしていく感じ、ギリギリまでいきたいと思います。いや、なんか初めて12月って感じが今しました。そうだね、幸せな感じね、いや、だから俺はもう何ヶ月か前から言ってるよ、こうやってこういう日が来るよって。だからファンの人みんな充実してくださいって言ってる。ね、ということで天気も東戸塚は、バリバリに明るいところですけど、早速ですね、はい、今日の1曲をバチンとかましたいと思います。かましますか。なんて言ったってこの曲かが、まあ、まあ、横浜銀杯40っぽいかなと思います。レッツロックンロールいきましょう。横浜銀杯40で昭和日の玉バーイ。横浜銀杯フォーティース昭和日の玉ボーイをお届けしました。横浜のロッコスさんがお土産を買ってきてくれてみたいですね。ロッカ亭マルセイユバターサンドにジャガポックルという素晴らしい選択ですね。さすが美味しいもの分かってますね。ね、定番な感じでいいですね。だからね、ヤス、あの北海道の時、あのおいでヤスにね、うん、
はいはい、あのお土産もらったんだけど、はいはい、本当にねなんかあの普通の、なんだ、ロイズかなんかのチョコレートなんだけど、うんうん、何味とか今美味しいの分かってるから、はいはい、北海道の人がくれる北海道 の, あのお土産ってさとっても美味しいの。で美味しくて一つつまみはこれ美味しい、あこれも美味しいってなって大ちゃんとユッキーに持ってくるのがなかったわけ。あれ全部自分で食っちゃったって話。いいわけいいです。今日ここにありますね。はい、はい、なんかな美味しい話だけだったな。ユッキーさんお願いします。はい、この番組は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホールさん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師、庭師の松沼さん、今日も寒い中お疲れ様です。四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、クリスマスケーキのご予約は12月20日までです。お急ぎください。大人気の N ボックスやフィット、ステップワゴンなどでおなじみの正規ホンダ四輪ディーラー本田カーズさん、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど、心をより豊かにする活動を行う JT さん、そして困ったときに来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している勝田メディカルグループです。12月29日までの診療となります。年始は1月4日からとなっております。以上の提供で放送これ結構一息で言うのが大変なんですよ。どこでブレスしていいかね。以上の提供で、放送させていただいております。あユッキーファンのリックさんからメール来てます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。歩くコキア髪の毛のバッチリ八条リックです。リックピンクにするのかな、じゃあそのうち。いや、ね、色づいてきてる、ね、色づいてくる。いよいよあさっては横浜銀杯フォーティスのライブ待ちに待ちました。2年ぶりの状況なんて物心ついてから初めてです。ずっと会えなかったとお友達と会えるのも本当に楽しみだ。今日はバタバタしますのでリアルに聞けませんがアーカイブで楽しませていただきます。会場でコキア見つけたら声かけてくださいね。コキアって言えばさ、はい、あの松沼さんいるじゃないですか、はい、ガーデンエクスプレス、ガーデンエクスプレスのでやつは先週もなんかの、お便りもらいましたけど、コキアが終わってから、うん、それをね、まあ、もともとほうき草ほうき木って呼ばれてるんですコキアって、ね、はいはいはい、でほうきになるみたいなのよ。その色づいて終わった後今も冬の形になってるでしょ、ふわふわがなくなった後に、そうそう、でそれをなんでほうきに改造して、でもそんな感じで、ね、全部切っちゃうんですか。いいよ、最後ほうきの形になるんですよ。あ、はいはいはい、やつを襲ってね、でそれを取っ手をつけてほうきにして作ってる、なんかフェイスブックとかなんか上がってて、すごいなと思って、ちょっとその、コキアのをほうきにして年末掃除するのもいいのかななんて思って、うん、俺はなんかオツですね。あきこちゃんいるじゃん、ね、うちのコキア、ね、じゃあほら剪定しないと次またうまく生えてこないから、いやその回ちゃんと大きくなったらですから。そうまだ遅いからね。ちっちゃいの話になるんだ。いいじゃないですか、卓上のほうき、マルノさんとかね。そうそうそう、で俺調べました、リッキーさんの頭のコキア、はいはい、コキアの、ね、花言葉みたいなのがあって、夫婦円満、恵まれた生活、あら、ま、最高じゃないですか。あらわ、だ綺麗に丸く育ったらきっといいことあると思うんですね。あ、じゃあリックさんはもうバッチリなわけですね。バッチリなわけじゃない、リックさんはそうなんだね。恵まれた生活ってどうだか分かるね。手紙書いてもらう、ね、4日後とか5日後になっちゃうからね、届くのが。またみんな。リック待ってるよ県民 ね、はい、ね、皆さん声かけてくださいね、はい、なんかこんな私たちがうるさいので、うん、タムさんが私と大ちゃんに、うん、北海道土産をくれました。お白い恋人ありがとうございます。ごちそうさまです。黒い恋人の翔です。こういう優しさがねたまらない。新里役さん、皆さんこんにちは。翔、はい、さん大阪名古屋お帰りなさい。ありがとうございます。また美味しいもの聞こう、楽しみしてます。あ、食ったね食った今回も。そして明日16日翔、うん、さんを好きになって2回目の誕生日を迎えます。誰、あ、新里役さん、おろろろろ、やっと2歳になりましたバブーいい年なんだからね、多分ね。新里役が2歳になったってことは、俺の1個下ってこと、え、どういうこと。だってほら普通あのリボン、還暦リボンしたらゼロに戻るけど、2歳っていうことはアクションは俺の1個下なんじゃないの、違うのかな。
まだまだ赤ちゃんの私ですが素敵な小3レディー目指して応援しちゃいます。これからもよろしくお願いします。あ、それかどうしよう、もしかしたらあの40歳とかそんなもんで、ね、自分は40をゼロにしてと思ったら、ほら 女性に年の話はねいろいろタブーだから。私デリュージで先週の放送で翔さんとジョニーさんのアコースティックバージョンのアゲインが見られると聞いたんで見ました。あ、うん、そうそう、テレビでやったのよ。アコギ2台の横浜現場っていうのもめちゃくちゃかっこいい、かっこいいっすね。 ありがとう。それからとんがりブーツの話をされておりましたが、私は足のサイズが大きくなるんで、どうやって入ったらどんな風になるかなと。私の足のサイズはちなみに 28.53E じゃないとあげませんって。3なんだっけ、 3E ってのは交尾用ってことだよね。で 28.5 っていうとすごいね、俺の2センチ大きいわけだから、2.5 ぐらいって言うから、うちの息子31センチ。うっそ靴ないだろないですよ。あ、ね、しかもトンガリブズ先が細くなってるから 3E が辛いのよ。辛いですね、ちょっとねキュッとなってるからね。コービロってやつね、はい、うん、まあ、でも日本人らしい足なんですよねまあだけどあのアメリカで作ってるのとかもあるんで、結構でかいのもあるんですよ、実はブーツはね。アメ横とか行ったらいっぱいありそうですね。ありますね、俺の御用達は、プチ E だって思いますけど、そこはね本当にいいですよ。皆さん探して、とんがりかっこいいな、行ってみてきてくださいね。あのビートルブーツも置いてありますんでね。そうか、そんなに足でかいってことは背がでかいのかな、ね、タクシーデリュージ。あ、でもテニスもされてるから。え、テニスもしてるんだ。ね、なんかテニスでっておっしゃってたから、きっとすごいどんどん妄想が膨らんでいきますでこの間その、なんだっけな、あの番組、出たんですよ、ジョニーと一緒にね、はい、2人で、まあ、音楽番組で、はい、まあ、今気になってるものなんですかって言って、俺はブーツを紹介したんだけど、とんがりブーツこれがないとルックノールとしてダメなんだみたいな話をして、はい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 、ジョニーはね酒飲んでるから、ね、あの大好きなね、ひとおしくんっていうね4リッターのウイスキーに頭にくっつけて、そうピューって押してやるとね30ミリリットル出てくる、要はそのダブルの分のねあのウイスキーが出るっていう、それを紹介してましたね。もう俺たちロックンローラーなのかなと思いつつも最後にどうぞって言われたんで、じゃあちょっとジョニーと2人で、はい、アゲイン歌うか、アゲインを。あと もう見れるんだよね、先週の土曜ぐらいまでね。そうそうそう、1週間だけ TVer は。で、あの1曲で終わるには爪痕残さなきゃいけないと思って、はい、ケツにしりとりロックンロールつけてアゲインが台無しになったっていうしっぽりしてたのにね。お茶目さんもうダメですよね、はい、いやダメだ、このまま乗り入っちゃうと、うん、ユッキーのコーナーなくなりそうだから、ユッキーのコーナー先に喋らせてあげるよユッキー最後に来てね、私やってきたことを何もそう仕事してますっていうところをねあーって思うねはい、あの戸塚おいしいもの機構ね、また毎回あのタイトル違うんですけど、はい、今回はね、あの戸塚にあるとんかつ田中さんに行ってまいりました。消防署の斜め前。そうですね、はい、大好き。あのもうね昭和60年創業ということで、もうすごい老舗のとんかつ屋さんなんですけれども、はいはいはい、なんて言うんですかね、もうお店の暖簾をくぐるとあの懐かしい感じ。そうそうそう、お店が昭和すごい。なんかでもあの国道と裏の、あの裏路地とつながってるからね、はい、どっちからも入れるんでね。そうそうそうなんですよ、うんうん、なんかおばあちゃん家に来たような、そんなちょっと懐かしい落ち着く感じがする。おばちゃんとおばちゃんとやってたのね。どうして、私が行った時はあのお母さんだけですね。お母さんやった。あ、本当に、はい、ね、なんか一応戸塚おいしいものブランドに認定されていて、うんうん、はい、あのメンチカツがうまいんだよね。で本当はねロース食べたかったんですけど、ここはやっぱりメンチを食べないとと思って。あ、トツカブランドで。そう、トツカブランド。おお、いやいやいや、大ちゃんね、とんかつ田中さんはとんかつうまいんだよ、ね、そうなんですよ、まあ、もちろんメンチもあるけど、そうだから次行った時にロースで、で、ね、今あの FM トツカでトツカ井戸端会議をね朝、うんうん、されてるカホさんも行きつけで、カホ、うんうん、さんはね野菜カレーが好きだそうですよ。え、だからとんかつ嫌だからロースカツはなきゃダメなんだってんのに、もうみんなそういうことで。とんかつ田中さんは戸塚音楽祭の時もあのメンバーの人たちに、ね、うん、のお弁当っていうのを特別に作ってくれて応援してくれたりとかしてるんですよ。すごいお母さん。その時はねロースカツだからね。ロース ねメンチでも野菜でもないからロースだそうです。そう、もちろんメンチは食ってもいい、ヒレも言っちゃいけない。最初はとんかつ頼むよ、とんかつ田中さん、まあ、ご飯、お味噌汁、キャベツね、おかわり自由ですし、おかわり自由です、ね、あの小鉢も毎回あの手作りで、私が行った時はね豚バラ大根でした。お、うん、豚バラ大根ね、そう、本当にいいよね。
なんていうんですかね、落ち着く感じですよね。雪もだんだんそんな年になったんだね。もう、まあ、煮物が美味しいとかさ、煮物美味しい、もうまず帰って夕飯に作っちゃいましたね。すごい影響されるの。あ、そうなんだ。とんかつ田中さんで、メンチの味はどうだったの？いや、美味しかったですね。あのメンチ、斉藤さんも、ビッグメンチ、ね、ビッグメンチも、とつか美味しいものブランドに認証されてますけど、なんていうんですか、肉汁たっぷりな感じ。お、まあまあそれしか褒めようがないもんね。いや、でもサクッとしててやっぱり美味しいですね。お家で作るとちょっとなかなか難しいけど、とんかつ屋さんのとんかつの揚げ方はやっぱね、うん、美味しいよ。美味しい、ね、プロですね、やっぱしね。あと、あ、もうなんだろうな、あのキャベツ、キャベツ、なんであのとんかつのキャベツって美味しいんだろうね。そうで、ソースかけて食べると美味しい。そうソースも違うんでしょうね。家でソースでキャベツ食べるのとちょっと違うんですよね。そりゃそうだろう。なんだろう、ブルドックソース出てこねえよ。ダメだよね。そうなんですよ、まああのね、月曜日と第3火曜日がお休みだそうです。お昼は11時から2時まで、あと、夜は17時から8時までということで、ちょっと待って、はい、17時から8時までじゃなくて17時から20時までじゃないね。そうですね、うん、今何言った？17時から8時まで、それもすっごい長いよね。いかん、17時からずっと行って24時間を過ぎて朝の8時までやってるのだって。はいはいはい、もとい。はい、お昼は11時から、2時まで、ごめんなさい、夕方は5時から8時までだよね、そうだね、はい、ですね、はいはい、連絡先は045-864-9547、 045-864-9547、 とんかつ田中さんです。ぜひ行ってみてください。え、休みがだから何？月曜日と第3火曜日です。はい、いや今本当にね、時間とか営業時間ずれてるから分かんないから ね、だいぶね戻ってきたみたいなんですけど、まあ、お店の方にも問い合わせていただければなと思います。はい、ね、看板出てますからね、やった時はね、はい、そうですね、皆さんぜひぜひキロキロしながら行って。で、何、 FM 突貫大ちゃんのって聞いたら何かあるの？あ、そういう交渉はしてこないんだね。あ、すいません、あ、すいません。てんてんてんとかなっちゃう。なんか今日ね、大ちゃんの当たりがきついんですよ。ね、ちくちく言ってるよね。なんだろう。記憶に残さなきゃいけないからさ、今年いっぱい。もうなんかしょっぱの。まだ16日あるのに、もう来ないんだなっていうのが今、ね、炸裂してるよね。でもそう、すいません。すいません。そんな中、ほっこりするタムさんから、お土産届いてます。はい。前回ね、ポテトチップの、うん、桃味、桃、あ、果物の桃ね、桃味っていうのくれて、ふざけんなよと思って、ザムさんに食べたのって言ったら、はい、食べてないって言うわけよね。ね、食べてないものをなんで俺に出すんだみたいな。それは美味しいねって言ってさ、渡すじゃん、はいはい、美味しかったんですよって言ってさ、で俺大丈夫かなこれ、うまいの、桃味のポテトチップの、うんうん、召し上がったんですか？食べました。どうでした？めっちゃうまかったです。甘じょっぱい感じ。いやいや、もうね、いや、見つけて食ってください、勝手に。本当にこれね、説明できないの。桃、桃。そしたら今日は下仁田ネギのポテトチップと白エビのポテトチップ、富山群馬と来ました。ありがとうございます。これ食べたのって聞いたら、食べてない。食ったもの、食ったもの持ってこいよ。これ、ね、全国各地の、ね、ポテトチップスがね、張さんの何、試食コーナー、そうそうそう。実験コーナー、そう、ね、こう、実食、これ食べてくださいって、うまいのこれです、いや知らないですね、そういう、で俺がね、なんかね、2回目あと感想言わなきゃいけないみたいな。なるほど。でもいただいたものでこれまずかったやつ言いにくいじゃん。じゃあいつかのランキングをね、ランキングは、どのポテト、あ、そういえばそうだ、俺ね、佐賀のね、お寺さんからね、新のり送ってきてもらっちゃった。あ、いつもモネルさんまで来てくれる、はいね、すっげえ、やっぱし海苔も旬があるみたいで、うん、新しいやつって言って送ってくれたの。この時期がいいのよ、うん、ありがとうございました、佐賀のお寺さん、すいません。ね、なんかあと歌さんからもいただいてますよ、 お土産。お寺さんでしたか？お寺さんでした。お、そうですか、うん、え、歌さんからもお土産いただいてますよ。あ、宇多助さん、はい、あいつどうしたの？仙台伊達巻き、あ、仙台行ってきたんだね。行ってきたんだって。で、賞味期限の切れちゃうから、うん、来週持ってくると切れちゃうから、うん、大ちゃん持ってってつって俺に託しました。ありがとうございます。ね、そうだよね。あとマーガレットさんから、前にね、私がご紹介した種屋さんのパンがいっぱいあります。いいね、種屋さんね、後で負けましょう。いつもなくなるやつこんな感じするの？すっごいいっぱい。
もう10時の開店にいてくださったそうです。偉いなぁ。マコピーから赤マムシ来てます。ふざけんなお前は本当に。あと もうちょっと頑張らないと。クリスマスシュトーレンも来てますね、はい、あとミオさんからチョコレートケーキいただいてます。はい、素晴らしいですね。手作りチョコレート、すごいいっぱいいただきもありがとうございます。クリスマスでもないのにこんなにもらってたらまずいよね、嬉しい。スタジオで食べれないってのは辛いですね。スタジオは飲食禁止ですからね。そうですね、はい、そうですか、そうですか。いや、ちゃんと本題に戻した方がいいですよね、はい、そうですね、はい、軌道修正。もうそうだ、だってもうね、時間ないんだからさ、はい、時間も日にちもないからね。そうですね、ファンの方もみんなもう翔さんに喋ってもらうのが楽しみてみたいだからね。今日はファンの子たちがたくさん来てましたね、皆さん。そうですね、そう、あのね、はい、さっきはね、佐賀のお寺さんね、うん、今度ね、はいはいはい、滋賀の真子さん、はい、滋賀の真子さん、はい、皆さんこんにちは、こんにちは。今日の滋賀は晴れ、今の時期は今の時期にしては気温高めです。うーん、ほう。翔さん、11日の日本特殊東京市民会館でのライブお疲れ様でした。はい、フォーティーズライブは最後になる私は開演前から涙が止まらず、40年分の思い出いっぱいになりました。横浜銀杯フォーティー最高。翔さん、ライブの楽しさを教えてくれてありがとう。17日の神奈川県民ホールに参戦するリスナーさん、私の分まで楽しんできてください。麻生さん、黒柳徹子のモノマネも披露されるんですか。何ですかそれは。いやね、行ってきました。10月10日が大阪でフェニーチュ堺という、そして11日次の日が名古屋の日本特殊東京市民会館というところなんですけど、ビレッジホールね、これね、昔のね、名古屋市民会館なんですよ。で、まあ、老舗といったらですけど、昔からある、大ホール、中ホールとあって、中ホールの方でやってきたんですけど、まあここも名古屋は、愛知県というのは横浜銀杯が一番最初、売れた時の火がついた街でもありますんで、もう大阪名古屋本当ね、すんごい良かった。お、うん、で、まあ、ファイナルツアーでやってる中で、前日の大阪のライブは俺的にはなんだろうな、ツアー1良かった感じの、お客さんとのコミュニケーションがうまく取れて、ここに来てなんかこう照明 PA さん、あと舞台さんとか俺たちのやってることがこ うまくバッチリこうなんチームワークが良くなってハマり始めたんで、ファンの子たちのあと熱い声援と相まってね、最高かったです。ケツ上がりに良くなってきてるんで、うん、大阪名古屋は本当にいいステージやってきました。もうだからこのままの勢いで神奈川県民行きたいと思いますけども、何の話でしたっけ。何の話でしたっけ。自分が知らせてたんじゃないですか。何の話でしたっけ。もういいや、名古屋の君。いや名古屋で、名古屋で何でしたっけ。翔さん、皆さんこんにちは。こんにちは。僕は名古屋に参戦しました。最高に盛り上がりましたね、うんうん、ライブ当日とても天気はよく、うん、昼頃に名古屋城を散歩、翔さんも金の社長を見に来てないかなと思い、私はその後のライブ会場へ行きました。翔、うん、さんは昼食にひつまぶしを召し上がっていたとトークライブでおっしゃっておりました、はいはい、ひつまぶし発祥のお店だと言われている超人気店どこだったんでしょうか。たくさんのツッコミ笑いました。そうそう、おめでした。クレーナイですからね、はい、リックさんが登場しました。トキヤリックさん。すごい。いや、はい、年末楽しいですね。いや、すごいですね。で、何でしたっけ、ね、名古屋ね、名古屋まずは名古屋のクレーナイですこの話ですけど、はい、まあ、ライブ楽しくてしょうがなくて、それで、みんなで選ぶぶっちぎり、あるいは湯釜銀杯の聞きたい曲ベスト10っていうのがあって、うん、はいはい、それが、CD になってるんですけど、まあ、それを何曲かやろうって時に、今週の第何位っていうのがある時に、黒柳ですけど、このね、あ、トップ10な感じでね、そうやるかなっていうね、ベスト10の感じでやるかなっていう、なんか、タクがちょうどなんかチャチャ入れてきて言ったんで、あ、ちょっとじゃあ黒柳ですけどものまねでタクやってよって言ったら、タクちゃんこれアチクールになってるから、いやいやいや、できないよ、いや、ここまでいったらやんないと、ほら、ファンのみんなに、黒柳徹子やるのかなと思ったら、なんか急遽変えて、うん、ダウンタウンの浜ちゃんのモノマネをやるって言い出したのよ。で、説明がよく分かんなくて、ダウンタウンって言っても、音楽聴いてる人はダウンタウンブギーバンドかもしれないし、急にタクの口からダウンタウンって、ダウンタウンのお笑いのダウンタウンって繋がんなかったみたい で、うん、でそこの浜ちゃんをモノマネしようかなって言ったから、みんな釣りバカ日誌みたいなのが浮かんだみたいで、え、西田敏行さんってやるのみたいな、みんなこうハテナがポンポンポンみたいな感じだったんですね。発表しますって言ったら
それかみたいな。これよくわかんない話だと思うんですけど、まあ、黒柳徹子とかそのタクの浜ちゃんのモノマネとかあって楽しかったなと。で、大阪から前日大阪終わってから名古屋に入ってきましたんで、午前中時間があったんですよ、はい、11日のね、ライブ当日の午前中時間があったんで、一人で行きました。蓬莱軒、ひつまぶし、11時から始まってるとこ行って食べてきました。美味しかった、めちゃめちゃ美味しかったですね。いいですね、名古屋はね、いっぱい美味しいものありますもんね。そうそう、で街中もうろうろして、うん、帰り疲れてタクシーで帰ってきましたよね。妥協入った妥協入ったね。あとはね、ライブ中に、この10、11大阪、名古屋で、はい、ランさんが、なんかライブの途中でちょっと息切れしちゃうって言って酸素ボンベを買ったのね。でたまにこう酸素すると楽になるっていうから、はいはいはい、あ、そうなんだって言ったらさ、本番中に俺が喋ってる時に後ろからシャーって言われるわけよ。最初何かなと思ったけど、俺はランさんが楽屋でその酸素ボンベシュシュやってるの分かったから、あ、何やってんだよと思ったけど、大変だったのはね、 PA さん、その音響さんが急に今まで聞いたことのないボリュームを上げてもいないのにシェーシェーって聞こえてきて、キョロキョロし始めちゃって、大騒ぎした時、何やってんだよなーとか言って、それ何シューとか言ってね、すごいマイペース、もうね、なんか今ねギャグのようにわざと MC の合間になると、なんかシーンとしてきて俺が喋る時になるとシュー、全然具合悪くないのになんてやつでしょうっていう話。もう皆さん自由ですね。本当自由なんですよ。でもやっぱりそうやってライブを行くと、うん、そういう話でも結局フォーティスのライブは数箇所参戦させていただきましたが、毎回笑いと感動、興奮で生きていく力をもらっています、うん、特に名古屋のライブの日は翔さんからのパワーをもらい一生忘れない日になりました。翔さん本当にありがとうございました。いやいや、神奈川県民ホールも参戦します、全力で応援しに行って楽しみたいと思います。だって名古屋のヒロさん、ヒロ君か。いや、名古屋大阪はね、関西は良かったですね、すごい。でましたこの、なんだろう、昔だったらさ、コンサートに来て応援した後ってみんなね、このコロナの前のライブの時はみんなファンの子たちも声がガラガラになってたのよ。はいはいはい、はい、でも今誰もガラガラになれない。確かに手が痛いだけで、手が痛いだけ、うん、そうそう、本当にね、まあ、早くね、シャイとお客さんの方もできるようになってほしいなと思うけど、そんな中ね、本当その分だから、ね、拍手が温かいのよ、あ、こっちでしてみればね、うん、でまた神奈川県民も、うん、こう自分のアピールすると拾っていただけるんですか、うんうん、そうです、ちょっと広いからだけど、まあ、一応ね、今換気してるんですよ。要はその換気会場を、うん、横の扉を全部開けて、うん、まあ、1時間ぐらいということで換気タイムというのを取ってるんで、10分間ぐらい、その時にほら、ね、ただ喋っててもみんなあれなんで、ちょっとみんなの服装をチェックしたり、なるほど、ね、こいつどうなのみたいな、でも答えられないじゃんみんな。そうですね、だから、ね、会話がね、 OK だったら拍手、違ったら仕方っていうね、はいはいはい、それしかないんでね、ちょっといろいろ苦労してますけど、まあみんな可愛い格好してきてくれますよ。じゃあ皆さんね、神奈川県民もまたいっぱいこうアピールをね、して賛成しましょう。リック見つかるかな。絶対見つかる。大阪のエリさん、大ちゃん、歌さん、翔くん、ユッキー、こんにちは。こんにちは。今日もアーカイブです。いよいよファイナルツアーファイナル、うん、神奈川県民ホール賛成します、はい。初めての一泊一人旅、初めての横浜、うん、ライブ横浜散策、金友さんに会う盛りだくさんです。タイムスケジュールを作り、ドキドキワクワク不安。私の小さな胸が張り裂けそうって大阪のエリさん、ね、ありがとうね。神奈川県民の向かいにあるのが山下公園で、はい、そこはよアイラブ横浜に出てくるね、うん、一番近い場所ですね、県民のそばにあるのが ね、はい、もうだってもう本当ないんだからね。そう、あと一家祭りと大晦日ですか。そうです、ね、そうです、配信ですね、はい、ゆくじゃいくるじゃい配信だじゃいっていうね、変な名前、変な名前なんだよね。全部銀杯ってふざけてるからさ。いいんですよ。でも配信が最後だけど、やっぱり生でっつったら本当に、うん、そうですね、一家と今週がそうです最後になっちゃいますね。そうです、まあまあツアーファイナルですからね、県民が、ね、まあ、実質上それは俺も最後のところだと思ってやってますよ。あさってじゃないですか。そうなんですよ、あさって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 頑張りますよ。だっても今日も絶好調、このまま行きますよ。翔さんはこのままだって俺ガー行ってて今結構喉疲れてるのに
あの今日またリハーサルですからね。3時間歌いますからね。じゃあこの赤まむし飲んでね。そうそう、キュキュッとね行きたいと思いますよ。大ちゃん、はいはい、やっぱさ神奈川ファイナルはやっぱ特別な思いがあるから、うん、今ねなんかこうずっとやってきたファイナルの中で今コンサートをこう組み立てようとしてるんだけど、なんかね考えてるのがねなんか切なくなってきちゃう。なんだろうこれ、嫌なんだなきっと。最後になるのが嫌なんだと思うよ、自分的に。だからそのコンサートの流れを考えてる自分がしたくなくなっちゃってるの、拒否してるのかな、なんだろう、彼女と別れたくないみたいなね。そうそうそう。じゃあちょっとユキそこでちょっと銀杯が私にくれたもの読んでよ。はい、じゃあ、ね、先週もいただいてまして3部作になってますけれども、今日は、2作目の、就職編をご紹介したいと思います。久美子正人さん。はい、久美子正人さん。おー、久美子正人。はい、横浜銀杯が私にくれたもの。何も考えず楽しいだけの毎日を過ごしていた私ですが、ついに就職しなければいけない年になりました。時代はバブル、売り手市場といえども私を雇う会社なんてあるのかななんて思ってました。でもずうずうしい私は一つだけ入りたい会社を見つけ、そこ以外就職しないと周りに断言。ところがその会社の説明会に行くと、募集してるのは身長160センチ以上と言われました。私は身長160センチにはほど遠く、150センチもありません。普通だとここで応募するはしないのですが、子供の頃から横浜銀杯は36回オーディションに落ちても夢を諦めなかったと聞いていた私は戦略を立てます。その会社が大阪でイベントを開催することを聞き、新幹線で大阪へ。オーナーと人事部長にご挨拶。オーナーに直接入社させてくれた挨拶人はいなかったらしく、なかなかの好印象。夏休みからその会社でアルバイトすることになりました。 2,3 回で値を上げると思っていたようですが、学校は休んでもアルバイトは休まず、コロコロですね。翌年の春には 無事に入社。その会社には7年近く働いていたのですが、ことあるごとにその話をされ、オーナーも私を見るたびいつも笑っていました。うん、横浜銀杯が私にくれたもの、それは仕事です。バカ野郎、諦めない気持ちって言えよ。何か仕事です、面白いな、おちが。俺いい話だなと思って、いい、ね、横浜銀杯がくれたものは諦めない気持ちですって言うのかと思って、うん、仕事です。なんかその会社はその女性が憧れるものを扱う会社だったらしいので、高校時代のお友達にもこうちょっと鼻が高かったっていうね、はい、でもそうだよね、あの諦めないでね、やり続けるっていう、そういろいろ挑戦してみるっていうのがね、これ、うんうん、ダメだろうっていうね、うんうん、いう思ってもやってみるっていうね。サパスホールの社長がね、公演行ってもね、横浜銀杯の話してたって言ったよ。そんな3時何回に失敗しても、うんうん、やっぱし前向いてトライすれば、ビッグになったりもするんだよっていう話をするんだって。それがなかったら、そこがなんかやっぱ基本であることは確かで、そうですね、あのそこで諦めしたらきっと俺たち今はないと、まあ、あ今だから言えるんだけど、だから岸君も今ね、あの前澤さんが月に行っていろいろね今話題になってますよね、宇宙ナウとか言って、はい、で彼も、ね、そんな中言ってる言葉がやっぱ俺の中ではすごく、あそうだよね、いや夢は叶うみたいな、ずっとたわごとのように言ってきたけど、やっぱ実際自分でこうやって、ね、宇宙旅行行って人が何て言うと言ってで、そこにいられるっていうことはまだ40代でね、なんか夢を持ってやってきて真剣に取り組んでいったら本当に夢を叶うんだねって言ったのがすごい素敵な話だなって思ったし、そうですね、まあ、銀杯に通じるものもあったから、やっぱ諦めないでそこに、ね、人がなんていうとこう頑張るっていうのは大切なことだなって本当に思うよね。だからね、銀杯ファンの人が他の昔の友達に電話するのどうしようかなって悩んだら、もう行け電話しろ、デラビ行くぞって誘え、そういう行動しなきゃいけないの。そうですね、で来週 の、 あの3部作最終章ですね、はいはい、がありますので、うん、はい、よろしくお願いします。他にもまだあったのやったっけ、それくれたも の、 あのあお預けしてあります。じゃあくれたもの、他のもう一個いつあったよ、ね、あもう一個あります、はいはい、じゃあもう一つ、ね、ご紹介します、はい、ジャストフィフティレディーさんから、皆様こんにち は、 こんにちは。横浜銀杯が私にくれたもの、うん、それは心の拠り所でした。お小学校1年生の時に母を亡くし、その後、反りの合わないまま母と過ごした私の子供時代はあまり良い思い出がありません。家に居場所がなく学校が逃げ場でした。その学校まで居心地が悪くなったら大変なので必死に明るく振る舞っていたと思います。そんなある夜横浜銀杯は私の目の前にブランカンの中に彗星のごとく現れました。古いなブランカン、ブランカンの中ね。小5の時に見たザ・ベスト10です、うん、何々徹子ですかっこいい突っ張りの格好をした地元横浜のお兄さんたちが奏でる底抜けに明るくハッピーなロックンロールにすっかり魅了されました。お金がなかったのでレコードは購入できませんでしたが、友達からダビングさせてもらったカセットテープを何度も何度も聞きました。カセットだね。ねえ、辛い時悲しい時どれだけ助けられたことか。
ジョニーさんのジェームス・ディーンのようにの一人じゃないぜ俺たちがいるの歌詞にどれだけ勇気をもらったことか、うん、横浜銀蠅はあの頃の私を間違いなく救ってくれた存在です。コロナ禍による休校で逃げ場をなくしている子どもたちがいるというニュースを聞き、とても心が痛みました。どうか今辛い思いをしている子どもたちに、私にとっての横浜銀蠅のような何か一つでも心の拠り所になるものを見つけてほしいなと願っています。いや横浜銀蠅って言ってる、うんね、そうですね。だからみんな若い子たちにも曲を聴かせてって、なんで自分で止めんのよ。なんか巨大じゃん当たりですよ。それはすごいですね。違う、もうねみんなねアクションしなきゃダメ、時間ないんだから。あ、焦ろ。でもいい話だよね。いい話ですね。心の拠り所、そうですね。なんかありますね、そういうのね。ね、はい。ジョニーの歌はねそういうのがね結構あったですね。その一人じゃないぜとかいうのもあるし、曲いこうかな。いやっていうよりもまだ読ませてください、4番にも。はいはいはい、栃木ねみさんです、うん、日曜日2週連続で TBS ラジオ聞かせていただきました。はいはいはい。車のことはよくわからない私ですが、ガレージヒーローズ銀蠅が売れて念願の車を購入しに行った翔様、はい、にどこまでカスタマスすんのと聞いた店主様、さすがお客様を見る目が一流だなと思いました。実は TBS の安藤アナは私の元彼、元彼と今彼のご共演にワクワクする日曜日でした。おいおい、ちょっと待ってよ、はい、妄想勝手なもんね。なんで今彼って俺かよお前。今の彼翔様はいつ私お嫁さんにチェックくださいますか。ふざけんなよ。全国1億5000万の翔さんファンの皆さん、エイプリル並みにはちゃめちゃ発言を許してください。で気分変えて、今日はジョニーさんスタジオにいらっしゃいますか。いらっしゃいません。だからここから質問があるけどこれは読まない、はい、だからちょっと翔さん、はいはい、僕このジョニーさん来ると思ったから、ええ、後輩じいちゃんジャージ着てきた。あ、本当だ。それでジャージ着てきたんだ。で、来てないのよ片山ジャージ。うん、いやいや、だから来れるなら言うって言ったでしょ。いや、まあでも、ま、万が一お来しますよ。そうね、忙しいから突然ってこともあると思いますけど、やっぱねジョニーね忙しいんですよ。さあ、じゃあ曲の方いきましょうかね。はい、皆さんがジョニーのことを話題してくれてます。戸塚に住みたいパティさんからいただいてます。皆さんこんにちは。こんにちは、ジョニーちゃん来てくれてるのかな。いないです。いないです。言い方がみんな冷たいよね。ジョニーちゃんの姿が見えないのは悲しいけど近くにいてくれてるんですねみたいなね、そんな話ですね。さあということで、リクエストします。心細くて泣きそうになった時に、うん、焦らずゆっくり行こうぜ、肝心なのは歩き出すことさって励ましてくれた私の大好きな曲です。ジョニーのナンバーでお届けしましょう。レッツドゥー。ジョニーのナンバーでレッツドゥお届けしました。いいですよね、やっぱり焦らずゆっくり行こうぜ、肝心なのは歩き出すことさ、ね、心に刺さる一言が入っています。たくさんリクエストいただいてます。ありがとうございました。はい、この番組は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の湖南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホールさん、戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、クリスマスのケーキは12月20日までです。大人気の N ボックスやフィットステップワゴンなどでおなじみの正規ホンダ四輪ディーラーホンダカーズさん、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど心をより豊かにする活動を行う JT さん、そして困ったときに来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している勝田メディカルグループ、年末は12月29日まで、年始は1月4日からの診療となります。以上の提供で放送させていただきました。マイバーさん、いよいよ明後日ですね。私は明日から横浜泊まりで県民ホールに行きます、うん、楽しみです、ワクワクドキドキ、でもジョニーさんがいなくなるのは寂しいので微妙な気持ちです。ああ、仙台名古屋静岡、うん、日本各地の銀友に会えて銀蠅40th ファイナルライブに参戦できること、感無量です。翔さんファン皆さん、銀蠅40thに精神をよみがえらせてくれてありがとうございました。感謝の気持ちいっぱいです。乾燥しているのでアメちゃん舐めてケアしてください。わっしょい翔さん、うん、ありがとう。ほんと乾燥してるからね。そうなんですよ、最近もううちのあのシューって出るやつ、あ、加湿器、加湿器すごいたくさん全開よ。もうすごいよ、もうクロス攻撃で来てるからね、煙がシャーっとね、もう上の方が曇っちゃうんじゃないですか。
喉のケアが大変なのよ。そうですよね。本当にね、皆さん心配してくれてますけど、うん、まあね、あのファイナルのファイナルですからね、明日って頑張りたいと思います。はい、はい、ラジオネームジャック天野さん。ジャック天野さん、はい、初めてメールします。ありがとうございます。じゃあ、ね、こちら横浜銀杯が私にくれたもの。おうおう、諦めない気持ち、最後までやり通すこと、うん、人を外見で判断しない、人の話を最後まで聞く。中学生の時に横浜銀杯に出会い、開催するまでずっと このことを自分に聞かせてきました、うんうん、50を過ぎてもなんとなく心によるところにこのことが刻まれています、うんうん、結婚して子供ができた今は子供たちに伝えています。PS、 だいぶ前ですが、平戸の交差点でジョニーさんをお見かけしました。ここにはいませんけどね。私は車運転中で左折しようと信号待していたら、うんうん、歩行者用の信号が点滅し始めてから小橋に横断歩道を渡る人、横顔がまさにジョニーさんでした。横顔だけで、あれジョニーさんじゃんってすぐ分かりました。まさにツッパリハイスクールロックンロール投稿編の感想で翔さんが言う、あれジョニーちゃんでした。これから仕事に向かう途中ところだったんでしょうが、さっさと歩いて行ってみましたって。あいつね、本当に歩くのよジョニーって。スリムですもんね。てかもうなんかあの鍛え上げられてる感じですよね。そうそう、だから本当ね、20分30分40分普通に歩くのよ。すごい。だからどっかあの遠くのところで仕事あっても駅までって、うん、ね、普通だったらタクシーで行こうかとかいうの、あれね、全部あるからね。すごい意識高い。意識高いのよ、ね、本当に。え、体型全然変わってないですよ。変わってるんですか。いや、変わってなかったね。もう高校の時と一緒だから、はい、うん、なかなかいないよ高校生の時と同じ体型してる、ですって。大蔵さん、俺はあんま変わってないんだよ。あ、そうだ、ジャージ着れてますもんね。これうちの息子の。そういう話か。え、翔さんってどうなんですか、体型って変わってる。それは変わってますよ。だって昔の銀杯の時見てください、うん、ここの頬のこけ具合とか、あ、まあまあ、全体的にやっぱ若い時ってのは誰もそうですけど、やっぱあの細いことは細いですよ。だから体重的に、重力がね、だけど体重的にはそんな変わってるわけではないのよ、うんうん、だからやっぱ見た目じゃん俺たちって。そうか、それが大変なんだよ ね。ただね、あのジョニーはね、あの本当にすごい、うん、え、それはストイックに何、食事制限してとか運動を意識してとか。ストイックってなったら違うんだけど、あの酒中心だから、うまい酒を飲みたいんで早くに食事をするとか、お、うん、その、なんで帰って一杯飲むために食べない。うーん、なんか分かる気がする。分かる、うん、よくできてる。だから本当ちょっと違うね、銀杯の、まあ、タクもそうでしょ。おう、タクも、うん、あの肉体改造してるんで、皆さんすごいですよね。何を食べて自分の体が何でできてるのかってことを理解して生きてるから。え、じゃあポテトチップ味、いや、ポテトチップの桃味とか食べないんだね。いや、だから銀杯のすごいとこは食うんですよ、それみんな食べたから。ちょっと歩いて帰ろうとかね、どうするんだっていうことを。これが体にタクに至ってたから、甘いものコーヒーを飲むわ、あのコーラみたいな、そのなんだ、炭酸みたいな、炭酸系飲むわ、何するわ、飯も普通に食うわ、俺と好きなもの一緒だから、いくら好きだし、うなぎも好きだしみたいな、食べるんだけれども、何を食べたかっていうのを自分で把握してるから、うん、どうしようってことが答えがすぐ出てくるんですよ、長年そういうことしてるから。聞き、そうそう、運動やってる人ってそうなんですってね。そう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 、プラスマイナスをちゃんと考えてるんですね。分かるんですってね。どのタイミングで食べるか、食べたくないときは食べない、美味しいものだと。全然ダイエットしてる感じを銀杯はみんなしないですよ、みんな食うから。うぃー、それであの体験は素晴らしい。だからまあまあ俺はあんま自慢できないけど、でもジョニーとタクはすごいですよ。でも翔さんも結構歩かれますもんね。俺歩くよ、ね、歩く歩く。ただほら、うん、平戸の交差点で走ってるの見られたくないから。一応ほら、俺の売りは近所のタバコ屋も車で行く車好きだから。そうそうそう、オープンカー的なね。それが歩いてたら A ちゃんだね。そうそう、なんであいつ歩いてタバコ買いに行ってんじゃないか。健康のためにとか言われたくないからね。確かに難しいところだ。でも夜な夜な歩いたら職質くいるよね。そうだね、それじゃなくてもね。怪しいですからね。2021年12月17日横浜銀杯40th のファイナルツアーバー一周回昭和魂、ファイナルのファイナル神奈川県民ホール、やります。そして12月26日日曜日は横浜銀杯40thプレゼンツ銀杯一家祭り令和冬の陣が行われます。これはね、大輔来るし、リサも来るし、芝くん来るし、グリーも来るしって感じですかね。ゼップ羽田で、行います。もちろん横浜銀杯40thも出ます。なんてだって時間が長いのはジョニーちゃんの、ソロのところをしっかり撮ってますので、
ここでもちょっと順位が最後見れるかなとは思いますけども、いろいろ考えてます、この日はね、そして、年末はゆくジェイくるジェイ配信だジェイということでねなんでこのタイトルね、配信やりますね、皆さんで一緒に、ね、生配信ですので、楽しい年末と年始をやりたいなと。詳しいな、どうやってやったら配信見れるんですか。配信見るのに関して、あとそれから一過さえもうチケットやばいんじゃないかな、横浜銀杯フォーティスのホームページを見てください。詳しいことは僕も分かりませんでまたこれもちゃんと自分分かんなきゃ人に聞くとか後輩に来るとか部下に聞いて、若い人にそうそう俺に聞いても分からないわけだからで、ね、みんなネット分かんないからねすぐ行かないとか言い出すんだけど頭下げなさい若い子たちに。いやでもねこれはねちょっとね楽しいですよ、あの県民一家祭、まあ、皆さんそれかねどうか一つでもこう、うん、参加してもらったらいいのかなと思います。で感想はこちらにお送りください、はい、郵便番号244-0805、横浜市戸塚区川上町91-1、モレラ東戸塚2階。メールの方はメールアットマーク、ま、アットマーク fm-totsuka.com、fm ハイフン、ごめんなさい、アットマーク fm-totsuka.com、どちらも fm 戸塚大ちゃん歌さんの人生楽しみましょう宛てにどしどしと、ね、このねなんかあのさライブを雰囲気的にフォーティースが活動停止になるから、うん、俺たちのこのラジオが年末終わっちゃいそうな、みんな錯覚を起こしてるかもしれないけどちゃんとまだまだ全然この番組続きますし ね、 そうですね、来週はすごいメールが来るんじゃないでしょうかね。あれ来週翔さんいらっしゃるんですか。当たり前じゃないですか。29日はねえまあその辺は年末しも走るとも幸せですからね、まあ来たり来なかったりね、あの上がったり下がったりみたいな感じですよ。もう皆さんちゃんとチェックしてください。フェイスブック常にねうち番組でやってるからね、更新してるから見てくださいですね。どうすんの、あと1分しかないよ大ちゃん。でも、うん、あのね横にライブ行って横の席が空いてんと翔、うん、さんと目が合ったとかね、いいこともあるみたいよ、隙間空いてても。あそうそう、今一個飛ばしたから ね、あの全部入れられないっていうのが今現状ですから。それとちゃんとライブ行くときアプリ入れとかなきゃいけないんですよね。あそう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 、あそうそう、ココアね、うん、ココアとかね、はい、入れておいた。またデジタルだからちゃんとみんな調べてから行って ね、会場で慌てないでいやでも県民同士俺まだちょっといろいろ考えてんだけどさ、コンサートマスター悩み中楽しみだ。もう何やろうかなドキドキ。うちはに名前書くんでしょ。そう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 、いやだからまあ好きにしろって感じだ、ね、まあ俺は俺で勝手にやらせてもらうからちょっとねあれしますよ、やっぱ県民は最後ですから、うん、そうですね、集大成ですからね。始めますよ、はい、楽しみですね、頑張ってください。ありがとう私も行きます。ゆきも来てね、はい、そう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 、みんなで来てみんなで暴れましょう、ね、大ちゃんどうぞというところで大ちゃん歌さんの人生楽しみましょうです。さあまた皆さん来週までバイビー。すげえ、なんかすげえ